はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はヤギューちゃんを使っていこうということで、海道高校で、やっていきます。まあ暁大附属が、だいぶ続いたので久々に海道高校でやっていこうかなと思ってます。で、ヤギューちゃんですね、まあなんとね PSR のねプラゴをお借りすることができて、すごくない PSR のプラゴって。もうこの人相当上位に入ったよね。相当っていうか本当に一桁台だよね多分。で、まあヤギューちゃん見ていきましょう。まずテーブルの方ですね、まあやる気効果アップがついて、得意練習率アップついて、レベル35でタック60とで、40で固有解放になりますので、まあヤギューちゃんは、レベル40プラス3から、進化を発揮するキャラですね。で固有でタックと得意練習率アップがついて、さらに、やる気効果アップ75が通常でつきます。で今回 PSR なんで、42で技術ボーナスがついてますけれども、SR の場合は45で技術ボーナス8が、つきます。まあこれだけでも十分強いんですけれども、さらにレベル50になるとタック80ということになりますので、 PSR のプラゴですねめちゃ強いですねこれ。で、コツの方も、非常に優秀ですね。アベレージヒッター、パワーヒッター、粘り打ち、意外性、打球伸びというところで、で金徳の方が、まあ、低球ヒッターですね、まあ、ローボールヒッターの、上位なんですけれども、まあ、イベントを進めて、まあ、成功すれば、低球ヒッターのコツと、あとローボールヒッターの、ね、コツも、手に入れることができるので、まあ、一応成功失敗があるキャラではあるんですけれども、まあ、成功すれば、かなり強いかなと思います。で何気にねエピローグポイントもあるんですよなんか夫の道とかいうやつだったかな。で最後にエピローグポイントもちょいちょいくれるキャラですね。というところで、そうそう、あと、一応外野手なので暁大附属にも、かなり使えるキャラにはなってます。で今回のイベントデッキはこんな感じです。まあ、打球の美を持ってるので鮮度を入れてきてます。であと久々の、せっちゃんのプラゴですね。まあ海道高校もね、練習がメインになるのでデートでの回復は一気に、体力を回復したいのでせっちゃんを連れてきて、まあ筋力キャラで東條と、ミオちゃんで、総力キャラでホムラちゃんですかね。で、自分自身はファーストなのでもう完全に打撃寄りのキャラを作っていこうと思います。じゃあ練習の方やっていきましょう。コツが来てますね。いきなり野球ちゃん来てるな。まあ、監督もいるし、ここは野球ちゃんのコツを追っていきましょう。うん、ポイントか。打球伸びはねやっぱり欲しいですよね。まあ、野球ちゃん結構技術ポイント稼げそうな気はしますけれども、それでもねやっぱりローリング打法はめちゃ重いんで、なんて言ってんのヤギューちゃんマジで初めてなんで。剣の道、あ、そうか、こいつも剣の道か。あ、そうそうそう、それで仙道とのコンボもあるんですよね。大根切り、はあはあはあ。お、またコツが来てる。ミオちゃんパワーヒッターも欲しいな。練習ポイントを結構くれるね。そう、ミオちゃんはねさらに、今回はバレミオなんで、バレンタインデーでねローボールヒッターをくれるっていうところも、また相性がいいですね。で海道高校はねやっぱりブレイクスルーですよね。だ今回打撃キャラ2人入れて筋力キャラも2人入れてるんで、まあ、これでうまくダブルタックブレイクスルーができれば経験点も伸びるかなとは思います。でせっちゃんが来たのでせっちゃんも追っていきましょう。いやせっちゃんねプラゴに結構早い段階でプラゴにしたんだけど、あんまりねそこまで使ってなかったからね、もったいないといえばもったいないんですよね。東條のコツですね。でそうすると今回ただこのデッキは金徳不確定組ですねもうほとんど金徳が不確定っていう、せっちゃんですらね金徳不確定っていうところが痛いですよね。まあ、成功率がね低いかって言われれば低くはないんですけど、まあ、仙道のね成功率がどうなんだろう、あんまり仙道も使ったことないんで。
回数的にはそこまで多くないですね。なんかこう成功率的なのもね、なんか情報として出してほしいですよね。基本成功率何パーセントみたいな、で能力が高ければまあどんどん上がっていくよみたいなのね。ミート C だとプラス 10%、 ミート B だと 15% とかね。コナミさんからさ、そういう攻略本出せばさ絶対売れるよね。これはコツに行くかせっちゃんに行くか、せっちゃんに行こう。まあ、やっぱり彼女は最優先。タックプラスコツみたいな感じになってくると、まあ、やっぱりそっちの方がいいんですけれども、ここで東條が働いてくれますね。いや、なんだかんだでね、やっぱり東條はいいですよ。おほむ東條が乗ったな。あー、しまった、ほむらちゃん。いろいろと潰してない。みんなポイントだな。一線流打撃術、まあ手伝いましょう。おー、精神40入るんだ。みおちゃん、せっちゃんがメンタルにいるな。ただここもね、美味しいよね。3人コツか。いやー、どうする、3人コツでいくよ。ここはこういうところをね、こう臨機応変にどう対応していくか。まあ、吉と出るかね、凶と出るかっていうのは分かんないんですけど、義の道、これは通常イベントだったかな。で、通常イベントもね、結構いいんですよね、内容が。福井弁になってるんで2回続きます。で、これは1回目で、まあ、普通にポイントがもらえますと。3回目練習ができるね。で、せっちゃんはいないし、コーチがいるんで、怪我率 0% だから3回目練習をしますか。ちょっと上げとく、何が上がるんだかもあんまり覚えてない。ミート E にしておこう。で、30くらいにしておく。筋力はちょっと足りないんで、時間上げがねあるんでね、まあ、それに備えてちょっとでも上げてはおきたいですね。これは何、打撃について語るか。おお、ミートが上がった、上げといてよかった。でこれはさすがに死ぬ。ただブレイクスルーが次溜まるんだけど、あんまりね、まだタックをできる人数が少ないんで、年内とかはちょっとブレイクスルーゲージはもしかしたらあんまり気にしすぎなくてもいいかもしれないですね。やる気を上げてほしい。体力は下がった、逆境。ブレイクスルーできるっちゃできるんだけどね、どうするよ。もう無理になタックを狙ってもしょうがないからな。ちょっと無意味だけど、コツを掴んでいきましょう。で、そうするとやっぱりね、せっちゃんの評価がね全然上がってないっていう。アベレージヒッター、よし、やる気が上がった。で、一応精神は見る。コーチがいるけど、さすがに体力が低すぎる。監督か、これは強化上がってくれないとちょっと困る。よしよしよし。で、みおちゃん進めていきましょう。さて、そこからちょっと、ここはもうせっちゃん優先でいかないと。11月の2週だからね。そしてまだ評価が乗ってないと。よしよしよし、早いね。積極的だね、せっちゃん。まあ、ただね、せっちゃんはね、ここで
初級コツをくれるっていうのはでかいんですけどね。これでね、ほんと金徳確定だったらね、ツボ拳法、体力的にはなちょっと減ってるけど、どうしようかな。体力優先でいくか。海道高校はね、やっぱりなるべく練習をしていきたいんで。で、パワーヒッターがまだ来てないのか。広角もな、ちょっと重いといえば重いんだけどな。ただ今回は技術と筋力は稼げると思うんで、3で掴んじゃいますか。さて、コツをください。練習、まあ、筋力ポイントは今ちょっと不足してるんで。で、技の道、これが筋徳ですね。まあ、低めの打撃を教えてもらうと。で、先導の機械術、ここら辺もどんなんだったっけ。買ってあげよう。なんか強化が上がりそう。あ、スタミナ定食とかいいね。さて、またタック、そしてコツ、コーチもいる。回復してくれればめちゃ嬉しい。パワーヒッターを掴んだけれども、ミオちゃんのねイベントがまだあるんで、一応置いてはおきますか。で、少しパワーを上げようかな。まあいいで置いとくか。いいねいいねいいね。せっちゃんもいるね。まあ、ここで東條がコツをくれる可能性があるんだけど、こういう時に限ってよくコツをくれる。ちょっともったいないけど、まあクリスマスまではずっと練習ができるんで。さて、これは無理か。ブレイクスルーができるけれども、タックが来てないんで、まあ普通にコツを追っていきましょう。そうだね、金徳確定キャラと不確定キャラのバランスも考えた方が良かったな。コツが来てない、タックも来てない、ホムラちゃんが足りてない。次あたりまずいよね。絶対満タンになるかといってな。ここでもう体力がなマックスに回復するからね。おお、来てくれた。一応見よう。筋力ブレイクスルー。ブレイクスルーもね、なんかたまればたまるほどポイントが増えるっていうシステムだったらいいんだけどね。義の道、これね、あの2回目のイベントなんですけど、なんか真ん中の選択肢でね、確実にねモテモテになれるんですよ。まあ、モテモテになる必要はないんで今はあれですけど、一番上で、チームメイト評価が上がりますね。体力も回復すると。で、真ん中がモテモテが手に入って、一番下が、まあ、経験点プラス走塁のコツですね。で、今回ちょっとチームメイト評価、ホームがねまだ乗ってないんで、チームメイト評価を上げていきましょう。まあ、さらに体力も回復するんで。いや、イベント内容も優秀ですね。で、せっちゃんのおみくじ、いや、プラゴだとやっぱり経験点がね違うね。すげえ、やったやったやったっていう。筋力やるか。やることないし、まあ、いい感じだったら3回練習をやって、みおちゃんどう？おお、成功したね。
って言ってもね、東条もねアーティストなんであれなんですけれども、これは筋力3回やりますか。みんな評価は大丈夫そうだしね。とりあえずミート D、 パワーも D、 てか C まで上げとくか。で、走力も上げて、で一応30くらいで合わせておくか。まあファーストなんでね、ここら辺は、まあ、補給はちょっと高めに上げたいですけど、肩と守備は今回 E 止まりでいいかな。よし、これでじゃあ3回目練習しますか。ここまで3回目練習するのなんか珍しいな。これはわからん。練習メニュー、まあ、無難っぽい感じの技術ポイントか。自分のポジションにさ打ち分けるってさ、ファーストにさ打つのさ結構むずくないか。外野が一番簡単そうだよね。まあ、これ見よう。こいつ今までどうやってさ過ごしてきたんだよ。あ、これ走塁のコツが手に入るんだっけ。あ、メンタルにコツがあるね。ちょっとな、ブレイクスルーゲージも溜まりつつあるから、まあ、精神で様子を見つつ、あ、これどうしようかな、ショートカットしないとかやりたいんだけどな。でもね、経験点もやっぱりねでかいからね、体力は減るけど、まあ経験点もがっぽりもらえるんで。で、小村ちゃんのイベントが進んだんで、体当たりは取りましょう。ここのバッティングセンターって時給いくらなんだろう。高校生だからね、高校生ってやっぱりちょっと安くなっちゃいますよね。体当たりを取って、この体力量だと怪我率がちょっと危ない、ちょっと危ないけどな。仙道とかのなコツもつかみたいね。これで練習してゲージが溜まって、さらに翌週タックが来れば一番いいんだけど、一番いいんだけど、それにかけよう。でバレンタインで体力も回復すると完璧だ。コツが来なかった。みんな経験点ばっかだな。おお、いいねいいねいいね。ブレイクスルーやって練習して、ヤギユちゃん、うん、いいね。でバレンタインが来て体力が回復と、流れ的には悪くない。ちょっとコツの回収率が悪いけど、っていうかそうそうそう、これさ合宿前にさサボり癖になると超最悪なんだよね。合宿中って病院行けないはずなんで、それでね、なんかこうめっちゃサボったっていう記憶がありますね。あ、そうだ、ミオちゃんもいるんだ。主人公ってさそんな強いのこいつの潜在能力半端ないよね。1年でさプロ野球選手以上に強くなってさちょっとこれはブレイクスルーも使った後なんでデートをしましょう。であとはひたすらまたゲージを貯めつつ練習をすると。あ、翌週か。海道高校は久々だったからな、監督評価がちょっと足りてないのが不安だけど、もうね、試合に負けるっていうのがねほんと最悪だからね。どうしよう。これ体力は減らないか。そうそうそう、2回目以降は体力は減らないはず。うん、そうだよね。よーし、行くぜ。仙道、さすがに練習レベル5ってすごいな。ホムラちゃんのコツか、悩みどころだな。これは東条がいるからね、筋力も結構もらえるんだよな。コツでもな、ムードは潰しておいて
コツを回収するか。なんだかんだね、特殊能力を取るっていうことも大事だからね。っていうか本当にポイントばっかだな。あとね、ここら辺のイベントも成功してくれるかどうかっていうところですね。特にね、焼肉だよね、体力回復するんで。お、これこれこれ、焼肉焼肉、じゃん、オッケー。タックは来てないか。もう合宿中はね、どれだけタックが来るかっていうのがね、勝負ですからね。これもね、わりかし成功してくれると嬉しいんだけど。いやでもこれめちゃきついよね。バーベル持ってさ、1時間以上突っ立ってるんでしょ。ダメだそりゃ無理だよ。わかるわかる、気持ちはわかる。いや本当にね、プロ野球の選手ってすごいっすよね、まあ、プロ野球選手に限らず、こう体力をね使う仕事って本当にすごいと思いますよ。どうしようかな、まあ、無難にちょっと寝ておくか、それとも合宿ももう最後の方だしな。まあいいや、とりあえずメンタルをやっとこう。ストイックゲージのね関係もあるんで、あとはここで負けないこと。もう絶対代打なんで。で、能力はパワーヒッターは取りましょう。あとナミートも上げておきましょう。 CC あればとりあえず。眉村がねちょっと出てくるときついんだけど、まあリードしてくれれば OKOKOK。 この1点を守りきれ。てかうちのピッチャー誰？眉村だし普通に。本当にね、ジャイロボールはね嫌なんだよね。よし、シュート。これで楽になったね。 OKOKOK。 一般兵よく頑張った。でよく勝ったよな本当に。いやゲーム的な話じゃなくてメンツ的な話で。だってこっちさ、トシ君くらいしか強いのいなくねっていう。お、回復回復。おー、いいね、ありがとうございます。で、また小村ちゃんのコツか。内野安打。ブレイクスルー来てない。どうする。あ、来てるか東条働くね。ミオちゃんが全然タック来てないけど、まあ東条の方がねタックのポイントは高いんで全然いいんですけど。でここでまたせっちゃんドテートをしましょう。技の道、これって成功失敗話だけだと分かんないけど、ポイントいっぱいもらえたんでこれは成功ですね。やばい、不眠症になった。不眠症になってしまった。どうする。1回だけ休んで回復したいけど、デートが進んでないんだよねそもそも。ちょっとラブパワーで直してもらうか。これまだ2回目だからね。せっちゃんを追っていこう。いきなり眠れないマジか。せっちゃんがいない、せっちゃんがいない。もういいや、これちょっとブレイクスルーゲージ溜まってないんで、これもツインしよう。ここら辺のねバッドイベントがねちょっとストレスになりますよね。で登場、まあこれは、受けましょう。まあ完走できるよね。あと残ってるのってなんだっけ。東条が
3回残ってるでしょ。で通常イベントは、終わったはずなんで、後イベの人せっちゃんがもう2回くらいでもあんのかな。へえ、みおちゃん結構すごいな、こうやって見ると。まあ、でもちょっと東条の方に行きましょう。まあ、コツポイントもね44くれるんで、練習プラス44ってでかいっすよね。で、ホムラちゃんのバイトが終わったと。これホムラちゃんあれかな、バイトやめたのかな。東条が今回働くね。でこれは特に矢部くんだけだと、そうだよね、評価が上がるだけなんで。で4%か、ダブルタックか、コツがあるか、ま、これやるでしょう、やるけど、ミオちゃんが来るかヤギウちゃんが来るかは知らないけど、アベレージヒッターはちょっともう掴んじゃおう。内野安打も忘れずに掴んで、ま、初球まあまだ置いておいていいかな。ローボールヒッターも最後あるんで、打球伸びか、まあ重いからな。で3回目練習か、しかもちょっと待って、そうすると上げられるのを上げとくか。E にしておくか。でもし上がったら D にしよう。復球は D にしておきたい。パワーB、技術が足りない、それをここの技術で賄うと。まあ、こういう時にね、まあ、ブレイクスルーゲージが溜まってくれてれば嬉しいんだけど。で3回目練習さ、3回やったのってさ初めてなんだけど、これ結構いいんですよね、体力が回復したような。そうだよね。でチャンスのコツをつかんで、チャンスコツがもうレベル5か、レベル4か、ホムラちゃん2だったよね。チャンスコツはもう掴んじゃってもいいかもしれないですね。てか体力が奪われていく、せっかく体力を回復してくれたのに。 17% はね、まあ危ないんだよねやっぱり。1回メンタルをやりますか。でそうするともうちょっと5月も終わりになるけど、デートの進みがよろしくないと。登場筋力をもらって、ブレイクスルーが終わったらちょっとデート連発しないと間に合わないかな。まあ、ここら辺の通常イベントもそれなりに経験点もらえるんで。でこれは眉村で体力を回復して、ブレックスやりましょう。で筋力みおちゃんと、ここら辺もね、要はダブルタックを待ってブレイクスルーゲージを貯めていくのかっていうのもまああるんですけど、まあ2人だけでダブルタックが来るっていうのはね、そうそうねないと思うんですよね。まあ、体力が減ってくれるのは今のところはいいかな。もうさ、どこの高校に限らずさ、もう喧嘩しすぎでしょ野球部ってそんなに喧嘩すんの野球部。まあデートして3回目ですね。で最悪ね、せっちゃんとかね、空デートの可能性があるんで、そこもね、視野に入れておかないといけないんで、最終週に残しておくっていうのはね、やっぱり怖いんですよね。まあ、コツが来てるんで、これは、ヤギウちゃん、コーチがいる。ヤギウちゃん、なんだっけ、仙道の方がそうするとコツ的にはいいかな。アビヒとパワヒは抑えて、意外性粘り打ち打球伸びなんで、アビヒとパワヒと広角掴んで、イブシ銀が1、代打を掴んで、仙道と練習をしよう。イブシ銀もね、
まあそれなりに重いんで。てかマジで練習ばっかだな。いやこういう時にね体力回復してくれるのは嬉しいは嬉しいんだけど、デートがね進まんのよ、デートが。ミオちゃんか、結構、え、ミオちゃん結構もらえるね。これ何、なんでなんでこんなもらえるの、練習レベルが高いから。ミオちゃんそこまで凄まじいタックが来るとは思ってなかったんだけど、まあいいや、これだけもらえるのはでかいな。技術が若干速がちかな。守備連先導がいますね。っていうかマジでデートやばいぞこれ。初級ありがとうございます。これさ、いけるでしょ。 OKOKOK、 もうちょっとブレイクスルーゲージ関係なしにデートするか。あと2回残ってて、だってもう7月の2、3、4しかないんでしょ。これはもうデートするしかないな。さあサクサク打って、でアーチストはもう取っていいよね。チャンスも取っちゃっていいかな。アーチスト取って、まあ4までいけばね、で初級も取って、もうせっちゃん失敗したとしても別にもう関係ないんで、イブシギンやっぱ1は重い。打球伸びもちょっと技術がな不足してる感じがあるからね。お待たせいたしました、5番。さてあとは打っていくと、あ、そうか、ゴロー君と戦うんだよね。チャイルドボールとかさ、こう騎馬もそうなんだけどさ、久々にねオリジナルストレートとね戦うとね、マジでね慣れるまでが大変なんだよね。慣れればまあ結構打てるんですけど、っていうかさ、もう2点取られてるってどういうことよ。あれエラー、今のエラーなの。いや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 、強襲でしょ、マジか。誰が判定するの、エラーとかさ強襲とかって、ひどくない。あいつムカつくからエラーにしようみたいな。ゴロー君ミートを上げておきたいね。ジャイロボールを掴むために、まあ、掴むってその打つためにね。でもうここら辺はデートしていこう。1本にした方がいいと。すごいね、72ももらえるんだ。ロードワークに出よう。印象もちょいちょい稼いで、まあタックとかね来てて、打撃だからね、やりたいはやりたいんだけど、ちょっとデートを終わらせておきたい。最後の週に残しておくのはちょっと怖いから、あとは一級入魂を掴んでくれれば全く問題なし。うん、オッケーオッケー。やっぱり不確定キャラが多いっていうのもちょっと問題ですね。今回はまあわりかし成功しましたけど、1キャラ2キャラくらいまでが限界かな、こう安定を求めるのであれば。まあそりゃね、全部成功すれば強い選手は作れますけど、筋力がやっぱり結構あるね。足も上げておきますか。技術か、技術が足りてない。PSR ヤギウちゃんと仙道2人でも賄いきれなかったか。お待たせいたしました。ダブルタックもね1回来てたんで全然いいんですけど、ちょっとマジ嫌だ、ジャイロボールとか。これで3対0で迎える3回です。自分でこれは、うお、入ってくるか。センターフライに倒れています。
ここら辺どう？おー、ギリギリだな。よく2点手に入れたよな。先ほどホームランを放った。まあ、そこはさすがに街道の選手陣プラスサクセスの選手陣といったところか。あ、打てんわ。もう1回は回ってこないね。まあでもこれだけポイントもらえればいいでしょう。こういうさ、江頭さんとかってさ、野球部の専属の仕事をしてたのかな。もうね、メジャーとかね一回読んだだけなんで、もう全然覚えてないですね。青道高校の片岡監督は教師じゃないですか。国語の教師でしたよね。で、落合コーチは確かコーチ専属でしたよね。その教師をやりつつなのか、まあ、専属なのかっていうのはちょっと分からんけど、ヤギュちゃん、うん、いいね。技術は足りてないんで、で1回精神やって最後に練習っていう感じかな、この体力量だと。まあ、次に何の練習が来るかにもよるけど、A にはまだ持ってけないか。足を A にしよう。で、走塁がね一応コツ1で掴んでるんで、せっかくだったら走塁も取りたいよね。お待たせいたしました。4番。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で矢吹、ヒントはな、 A まで持ってきたいな。なぜこうも点を取られるんだ。街道追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で矢吹、今日4打点を挙げています。ちょっと早いかなと思ったけど大丈夫だったか。まあ、うまい具合に引っ張れたね。街道リードで迎える7回、パチ君はね、ランナー一塁という場面で矢吹、もう本当球種が多すぎる。1球投げるごとのさ、スタミナの減りが半端ないんだけど、こいつスタミナ G っていくつの G なんだ。もう街道高校は打って勝つ。いや、でも投手陣もさ絶対取られないはずなんだけどね、メンツ的に。まあ、炎上するときは炎上するからね。これはちょっと1回メンタルを行って次に備えましょうって言って、次もねタックが来なかったりするんだけど、蛇島くんとかもね、もう何なんだろうね。この人気のなさ。まあわかるけどね、もう思い切ってさ、そのコツテーブル自体をさ手こ入れした方がいいと思うんだよね。その旧コツテーブル、最新のコツテーブルの人たちはまあさすがに使えるんですけど、旧コツテーブルの人たちも新コツテーブルに思い切ってねやっちゃった方がね、まあいいと思うんだけどね。まあそういうわけにもいかないのかね。第2球投げました。これはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球、スプリットはちょっと打てないからな。2ボール1ストライクです。投げました、危ない球。第5球投げました。フォアボールか。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ホームランは1本打ってるんで。という場面で矢吹、第2球投げました。これどう？スプリットだけど、なんかねこうあ打てるっていう時はたまにあるんですよね。ツーアウトランナー一塁という場面で矢吹、ここまで全打点を叩き出しています。やっぱり、ね、打撃の能力を上げると打ちやすいよね。カウントは2ボールノンストライクです。守備型の、ね、選手を作るとね、この甲子園で打つっていうのがねなかなか難しいんですよね。なんだかんだで8対0、真由村も投げ切ったな。で、街道、あ、そうか、街道高校はワールドなんだっけ。まあここは打撃でいいでしょう。
ファーストキャラもねあんまりね作んないんで、ちょっと補強しておきたかったんですよね、デッキが揃ってきたところで。でしかも代打丸がついてるんで、まあ代打もこなせると、いうところで、他にコツ、逆強かもらっておこう。でローボールヒッターはまだ置いておいて、イブシギン結構重いけども取るしかないよね。で打球伸びか、打球伸びか、1段階だけ取っとこう。3でも73使うからね次に。それを考えると、パワーで最後にねめっちゃ使うんですよね、100にするのに。うん、まあせっかくなんでパワー100にはしたいかな。あとそのパワーをマックスとかにすると、ほら調子とかが上がった時に能力に補正がかかるじゃないですか。で結局パワー100あるってことは能力限界値なのかっていうのも一つありますよね。で一応これ補正に関してはパワー100以上いくとかいかないとか一応どっちの説も流れてるんですけど、真相はよくわからんす俺には。おお、ムービングファーストを入れてきたか。要は今、パワー99で絶好調じゃないですか。実質のパワーがいくつなのかっていうこと、例えばパワー110なのか、それともパワー100で打ち止めなのかっていうね。アローだな、やっぱりアロー。アローもわりかし剛速球派なんで、ムービングファストとかはあるけど、ちょっとだけ気持ち下めにやれば、まあ、スプリットはね引っ掛けちゃうけど、ムービングファストには対応できるんで。まあ、それもねミートの大きさとパワーによるんですけど、ミートが小さいとねちょっと下めにやると打ち上げちゃうんで、どうしても。それじゃギブソンジュニアって出てきてないよねまあそんなすげえキャラかって言われるとあれなんですけど、俺広角砲が欲しいんですよ。広角砲が3位かよこんなに活躍したのに。マジでスカウトさん、あなたの目はどうかしているこんなに甲子園でホームラン打ったのに、あいつは3位だなみたいな。俺より活躍した人がいるのか。で対エースももらって、でホムラちゃんからエピローグポイントももらって、で気迫ヘッドももらって、でさらにこれですね、まあ、一応ちょっと読むか。寮生活をすると聞いた、不安はないか。夫の道ですね、夫の道。我が道場で共に暮らさぬかと。夫と野球、これちなみにね、レンちゃんだとね二股扱いになるんですよ。これ何、コナミ一刀流っていうの。まあちょっとねビビたるものではありますけれども、全部で50ポイントくらいはもらえるんで。あれ、そういえば、おお、でも海道高校7000出ますね。まあPSR のねヤギウちゃんとダブルタックが、まあ、1回発生してくれたっていうところもあると思いますけれども、ここでまたブレイクスルーのねダブルタックとかが組めれば、経験点ももうちょっと伸びると思うので、まあ、海道高校も、まあ、悪くはないですね。やっぱり暁台とかの影に隠れちゃいますけれども、まあ、ただやっぱりね安定を求めるんだったら暁台付属の方がいいかなっていう、まあ、打倒をねどうするかっていうところもあるんですけれども、まあ、海道高校も悪くないですねというところで、まあポイント的には7000超えましたと。あとはちょっとファースト要因でパワー上げて、ミートは S にしておきたい、総力も S にしておきたい。でそこから金徳を忘れずに取っておきたい。あれ、これ何失敗したのよくわからんわ。3回目にさらに失敗があるってこと。全然そういや気にしてなかったけどさ。てか乾燥してないのかそもそも乾燥してないんか。いや全然気にしてなかったな。
完走できなかったのか。まあローボールヒッターせっかくなんで取っとこう。あとは余ってるんで走塁をもらって、チャンスは掴んじゃってあるから、いやマジか、完走できなかったのか。ここに来てまさかのまさかの完走できないっていう。あとは怪我しにくさ取っとこう。なんか査定的にはいいらしいですね。本当にそれアプリの話じゃないのっていうのはあるけど、ちょっと怪我しにくさ見てみるか。今が132でしょ。で怪我しにくさ取って134、うん、まあどうなんだろうね。筋力と精神の使い道がなくなってきたら取ってもいいかな。あとはゲッツー崩しくらいかね、取れるのは。これ取って、135で、上げて、補給も上げて、肩上げて肩上げて、まあ、こんなもんでいいかな。というところで、まあこのクラスのファーストだったら全然あの1軍切りになるんで、まあ、こいつは使っていこうかなと、思います。まあなんでしょうね、ちょっとヤヒューちゃん完走できなかったっていうのが一つショックですけれども、まあやっぱり強いですね。まあ今回は PSR のプラグをお借りできたっていうのがあるんですけれども、まあ自分はねヤギューちゃん全然レベル上げられないんで、もし使いたいときはもう借りるしかないっていうところではあるんですけれども、まあ今回のイベントでねプラ3まで持っていけた人は、まあかなり羨ましいですというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。